ところでおめえら水着はどうすんだ。海の家では着替えは禁止なんだぞ。下に着てきてるんじゃないかしら。そのですわよね。だからもう着てきちゃいました。ヘリン、制服の下は下着じゃなくて水着なのです。なんかあの小学校の頃とかよくそれやってましたわね。私も水泳の授業がある時にも水着着て行くみたいなのしてましたわ。もちのろんだぜ。俺もバッチシ海パン履いてきたからな。え、ひなたくんは。ほら、ひなたくん履いてないじゃない。え、これなんか、ひなたくんは男の子なんだけど、私は女の子なので、このパンツだけ渡されると、え、一緒になってしまいましたわ。この物体はなんだ？え、ブーメラン？これ、ブーメランパンツなの？これって。そのパンツはちょっと大胆すぎます。え、これって大胆なの？え、これやばいんですの？だって男性の海水のパンツってこんな感じじゃないの？え、違うんですの？ん？ああ、でも確かに思い出してみたら、なんかこう短パンみたいな、そうトランクスタイプの方がなんか海とかで見たことある、ふわふわとした曲も5、6年行ってないんですけども、確かにそうだったような。マジっすか。ポロリとかヤバくないっすか。自社だったら放送コードに引っかかるっすよ。あ、あー確かにポロリしないの、あれって。これ本当に下ネタとかじゃなくって、純粋な疑問として言うんですけども、なんか二つ下にあるじゃないですか。なんかそれってあの形に収まります？なんか壊死しちゃわない？大丈夫なのかしら。なんか締め付けちゃったら壊死しちゃわないのかしら。なんか心配になっちゃった今。確かに大丈夫なのね。なんかこう待って、うん、そこまで、あ、そこまできつくはないのね。